ならそれじゃいつか飽きてしまうだろう。間違えて通った道で拾ってきたんだ宝物、それをどうかなくしたりしないように。思うほど強くも弱くもなさそうだ。少しずつ少しずつ変わり続けてく僕らなら、何度でも何度も挑んでは破れても、少しだけ少しだけ昨日よりマシに思えるように、ただ描いてく僕らだけの綿。